内山さんの発表から、あの報告からはですね、あのご精神なんで止めないんだ、本気でなんで止めようとしてない、そういう現状、しかも政策はことごとく失敗しているのになぜその失敗したものが突っ走っているんだというような内容、12年間の動き、甲状腺がんの子どもたちへの支援の不足、そういったものも網羅的にお話をしていただきました。ありがとうございます。それを受けてコリンさんからコリンさんのお話とつなげますと、なぜその失敗している政策をどんどん突破していってるのか、そこには国際原子力グループロビーの影響であるとか、国際的なそういったつながりの中で、さまざまなエイトス、ABCC のようなその被爆住民論、そしてロシアルというような、その何でしょうか、放射線ボムは文化だというような形で市民に再接近していくような人々、そういう流れを作っているということで、それがまた戦争へと、あるいは人の命を奪うような、そういった巨大な仕組みへとどんどん、動かしていっていると。でちょっと次黒川慎一さんにですね、このお二人の、報告を受けてのコメント、よろしくお願いいたします。黒川と申します。先ほどさんのお話を聞いてて、ちょっと甲状腺がんについて少しコメントしたい、コメントを加えた方がいいと思いまして、私が4月8日に安泰被爆という学習会で話したことの、その本当のほんの一部分を紹介します。それでですね、これは何を示しているかというと、横軸は3月15日からスタートして3月28日までの2011年のね、もみじ山という福島市の中心部にある公園ですね、そこにモニタリングポストがあるんです。そのモニタリングポストのデータをですね、平山さんという、私と同じの同僚だった方で、私は先ほど KK の名誉教授と紹介されましたけど、 KK というのは短縮名で、正式には高エネルギー化石研究機構という名前の研究所なんですけど、その同僚だった平山さんが書いた論文のっていうのがありまして、その手法を使って私は平山さんからデータがあってこう調べたことなんですけど、これ第一プルームと第二プルームって書いてありますね。平山さんは第一プルームしか見つけることができなくて、私が第二プルームを発見したんですけど、そこに6万5700ベクレルアワーパー立方メートル、これは大気中積分濃度というものなんですけどね、これが分かると呼吸によってどのぐらい放射線に取り込んだかというのが分かるんです。非常に重要なパラメーターなんです。6万5700ベクレルアワーパー立方メートル、それで第2プルームというのは3350ということなんで、これは無視でいいです。だから結局福島市を襲ったのが3月15日から15日にかけてのプルーム1個なんですよ。それが甲状腺大変なことを思う。それでですね、これ平山さんの論文から取ったものなんですけど、実際にですね、平山さんはこういう結果出してて、私もこれを私なりのやり方で やってですね、これが正しいっていうか、もちろん誤差あります。プラマイ数十パーセントの誤差ありますけど、誤差があった上で大体これは正しいと。で、こういうふうにでそこに青い丸で囲んでますけど、1万ベクレルパー立方メートル、1立方メートルあたりに、放射性要素がどのぐらいあったか、要素130がどのぐらいあったかっていうと、1万ベクレルありましたと。3月15日の夕方の6時、7時、8時ぐらいに、そうだということが分かるんですよね。これはもう実際のデータですからね。それでですね、もみじ山っていうのは、右上の方に書いてある福島もみじ山モニタリングポスト、これは県庁の隣なんですよね。で、県庁のちょっと東北にあるんですけど、県庁の東南の方にですね、ATDA の杉妻町と書いてある。どういうことかっていうと、実はですね、このモニタリングポストのデータというのは実測値なんですけど、アンスケアっていったさっきの国連科学委員会はですね、シミュレーションデータを使ってるんですよ。で、シミュレーションデータを使ってる、一番シミュレーションの中の1キロ ×1 キロのグリッドの中の一番もみじ山に近い場所を取りまして、そこでどのぐらいそのシミュレーションが示しているかということをこうちゃんと論文から読み取れるんですよね。それをやってみる。これがですね、寺田という方が出した2020年の論文なんですけどね、寺田たちが出した2020年の論文なんですけど、これはアンスケアがこの論文を使ってるんですよ。アンスケアはこの論文に頼ってるわけです。見てください、第一プルームって
さっき私6万5000ベクレルアワーパー立方メートルって言ったでしょ。これ見てください。第一プロムって643ベクレルアワーパー立方メートル、これがアンスケアが信頼してると、アンスケアがこのデータを使ってますというデータの結果なんですよ。で第二プロムはそれより大きいと、あんなに小さかった第二プロムが大きくなって、おまけにですね、この第三プロム、第四プロム、第五プロム、第六プロムって6つもあるんですけどね、第3プルーム、第4プルーム、第5プルーム、第6プルームじゃ存在できないんですよ。なぜ存在できないかっていうと、もみじ山のデータを見るとですね、こういうプルームが来れば必ず放射線量が上がるんですけどね、上がらないんです、全然上がってないんです。ということはないってことなんです。ないもの6つも4つもついたってことですね。でこうなってるんです。これ見てください。これはですね、プルームなんですけど、プルームが来るとプルームの中のものが地面に落ちますね。地面に落ちて、沈着するわけです、地面に。これ見ると、これ ATDM の結果なんですけど、第一プルームがあって、第二プルームがちょっとあって、3、4、5、6、ないのに、これね、第一があって、第二がここにあって、3位、ここがないんですけど、ないところにこんなのあるんですよね。ちっちゃいのにこんなところに変なものがある。それでね、これはちょっと飛ばしまして、ほらこれはですね、モニタリングポストが示す空間線量なんですけどね、ここ第一プルームがボーンと上がったの第一プルームで、ここに第二プルームがちょこっとあるんですね。あとはずーっとこうまっすぐこういうきれいに落ちてて、このポコポコとへこんでるのがですね、雨が降ったせいとか雪が積もったせいとか、はっきり分からない。ここからないんですよ、22時以降ないんですよ、プルームね。そんなのに第一プルームが非常に大きくて、第二プルームがごくちっちゃいもんと、こういうのをちゃんとモニタリングポストのデータで分かるのにね、6つもあると言ってるわけですね。それでですね、このモニタリングポストの結果をこう赤で示しておいて、ね、ATDM ってそのシミュレーションを見た結果とか青なんですけど、これ見えないでしょ。こういうものをアンスケアは元にしてるんです。それで福島の被爆線量ちっちゃいって言ってる、福島県。それでこれなんですけどね、先ほど3月15日の6時頃はですね、1万ベクレルパーアワーぐらいの放射性431が福島に到達してるんですけど、これここが福島市なんですよ。何にも来てないシミュレーションで、1万ってどのぐらいかっていうとこの辺の値なんですよ。これはね、全然ないと。こういうね、もうデータを元にして放射線の被爆線量ちっちゃいよ、だから多発しないよって言ってるわけですね。でこうだからちょっとアンスケアについてのコメントをちょっと追加したわけです。だから100分の1ぐらいしか捉えてないと。6つのプルームが集落ってなってるけど、来たのは第1と第2で、基本的には第1しかないと。だからアンスケアがね、信頼している寺田の2020論文っていうのは、福島の中心部を襲ったプルームの要素131の大気中時間積分濃度を100分の1に数えておいた。このプルームについて、ここはちょっと飛ばします。で寺田2020の過小評価は、空間線量率とモニタリングポストのデータを使わず、別のデータを重視した結果だ。要するにですね、空間線量って大事なんですよね。みんな空間線量で見てるわけです。ところがですね、この寺田2020ってのは空間線量使わないって言ってる。これ大変なことなんですね。だから福島に、ね、来なくてもいいんですよ。福島が24マイクロスイベルとかアワーっていうね、空間線量示してきても使わないんだからね、ないことになってもいいと、こういう理屈ですね。それからいずれにしても寺田2020が全面的に依存するアンスケア2020という報告書の用途131の被爆線量が全く信頼できないということが明らかです。これはちょっとコメントです。それからですね、もう一つコメントをしたいんですけど、ちょっと待ってください。これはですね、ちょっと私、コリンさんがいらっしゃるんで、コリンさんが発表した著書を、ね、読みましてね、そしてずっとこういう本があるけど、安藤良子さんが海を打つっていう本を書いてて、これはね、読んだ方がいいかどうかと思いながら、金を出しても読むことはないだろうと思っていたんですけど、コリンさんがいらっしゃったので、ちょっと娘に頼んでですね、つくば市の図書館から借りてですね、実は全部読みました。それでね、その中で
基本的席と。あのちょっと気になる小西さんのことコメントを追加するようなこと。まず安藤涼子さんがね、なんで A とそうやり始めたの。この本に書いてあるんですよ。自分を読んで意表を使うと。何の自分を読んだかというと、これは ICRP の111レポートという有名なレポートなんですよ。これは何を言ってるかというと、ね、要するに事故が起こった後、講習を被爆させてもいいですと言ってるんですよね。そういう有名なレポートがあるんですけど、その序文を読んで意表を突かれたとびっくりしたそうです。安藤さんは世界各地で発生した原子力部原子力以外の事故後の経験により、人々は事故の影響を受けた範囲から退去することを特に望まない場合が多いことが示されている。また、例えば土地利用や生活様式に制限を課さなくてはならないとしても、長期的に人々はその場所でできるだけ通常通り生活を営みたいと考えている。したがって可能であれば長期目標は人々が通常の習慣に復帰できるように地域を修復することとすべきである。結局大部分の人が真に求めていることは自身の生活の営みを続けることであり、人々は同時に多少の助言を与えられることによってそれを実現しようとし、また実現できるのではないだろうか。この文章誰が書いたかってのを示すためにこれを見せてるんですよね。これはジャック・ロシャールがメインになって書いたことです。ジャック・ロシャールとしてはこういう考え方を。で、ここで安藤さんは、ここには人々の望みについて書かれてるから、ジャック・ロシャールっていい人だなって言ってるわけですよ。それから106ページ。ね、2011年1月末、日本政府が開催したあるワーキンググループの参加者に、ジャック・ロシャールという名前を見つけたと。エイトスプロジェクトの関係者として、彼の名前を記憶していたと。で、彼が日本に来て話してる。何を話しただろう。日本とベラルーシの違いについて何か参考になることを話したのかもしれない。108ページ。それで、そうやってロシアルさんと親しくなったので、チームの人から提案があり、自分は日本のチームですね、サイト、ブログを作ることにした。サイト名は、エイトス・イン・福島に移った。福島のエイトス、ベラルーシで行われたエイトスプロジェクトと、それを協力した人々に、そして、苦難を克服したベラルーシの人々に敬意を込めて、エイトスをそのまま使うことにした。と書いてるね、こうやって。それでね、後に、これすごいですよ。後にジャック・ロシャールズはこのサイト名を見た瞬間に声を荒れて泣いたと話してくれた。ほとんど20年近く彼はベラルーシの被災地の支援を語り携わり続けてきた。被災地が落ち着いてきたこともあり、ベラルーシでの、プロジェクトは終わりを迎えていたが、この名称を見た瞬間に市場で何が行われると言っているのかを知り、20年の経験が一気によみがえり、込み上げる感じを押されることができた。あの非常によくわかりますね。あのそれでですね、ジャック・ロシャールは、ね、日本の内閣府に対してご覧の説明資料から印刷してるんです。原発災害による複雑な状況は従来の統治方法に再考し、これは白か黒かという批判的なアプローチから多様なニュアンスを含む最優先なアプローチへの転換を見せる重大課題である。そういった進化は地元地域そして国の知識層を共通の目標のもとに総動員させることでのみ達成可能である。長期回復は数値上の問題であるわけでなく、人々が共に手を携えて進めるべきものである。で、放射線防護は住民の活動を駆り立てるものではなく、腕する側に回るべきものである。まあ、こういうこと書いてるんですけどね、これ私は解釈するとね、ファシズムでいきましょうというふうに読めるんですけどね。以上です、私のコメントは。どうもありがとうございました。いやー、なんかため息が出てしまうお話でしたけれども、はい、続きまして、今日ですね、ちょっと、出席することができなかった志摩明美さんから、黒川さんと一緒に今回の宮崎駿論文のですね、早野論文のですね、その捏造データ改ざんを暴いた方ですけれども、伊達市にお住まいの方のコメントを読み上げさせていただきます。コリンさんへのコメントと伊達市と国際機関について。志摩明美、国際基準というものはどのように決められていくのか。福島の原発事故によってアップデートされる被爆防護基準、被爆許容量、そこに伊達市はどのように関わったのか。
伊達市は除染の実証実験を積極的に行っていました。要請として国からの明確な指示もない中、全て手作りで大変な判断をしていくことになったと想像できます。そのため NPO 法人放射線安全フォーラムから専門家が数名、伊達市の市政アドバイザーとして委嘱されています。田中俊一氏、 NPO 法人放射線安全フォーラム副理事長、元原子力規制委員長、そして多田純一郎氏、 NPO 法人放射線安全フォーラム理事。この市政アドバイザーから国際機関とのつながりが太くなったのではないでしょうか。そこから伊達氏は国の判断を待たず独自で動いていったのではないかと思います。独自判断の除染事業、独自の除染基準、そして放射線防護事業、全市民対象に個人線量計調査、私の暮らす環境、暮らす環境、このガラスバッジ測定場所としてふさわしくないですし、管理もされていないで採取されたデータでした。そのような信憑性のないデータを使って宮崎早野論文 ICRP、勧告アップデート目的が書かれました。この論文はデータ改ざん捏造の疑いがあり、現在も追及しています。そして同意が取られていないデータを使用したことで追及によって論文撤回されています。私は科学的と言われているデータそのものの信憑性、信頼性に疑いを持つことになりました。このほか資料が提出されていますが、ですね、志麻さんたちはですね、原発事故後伊達市で私志麻さんが体験したことを中心に動画を制作しました。タイトルは調査報道宮崎、通称宮崎早野論文、科学的鍵括弧科学的の正体、私たちは実験台だったのか。これは2022年科学ジャーナリスト賞11の最終候補の一つに選ばれました。現在英語版を準備中です、ということです。以上となります。ありがとうございました。時間も限られておりますが、2分ぐらいです。ちょっと私の方から短いコメントをさせていただきます。皆様に資料をお渡しさせていただき、配布しました。その中でですね、国際原子力ロビーとの対峙、抵抗の公共権の築き方という形で、本当にさまざまなパターンで、さまざまな形で、さまざまなところに国際原子力ロビーが入り込んだわけなんですけれども、2012年3月にアメリカのウィスコンシン州のベセスダっていうところでですね、NCRP っていうアメリカのですね、放射線の防護の会議が開かれました。この時2012年3月だったんですけども、その会議の最後にですね、衝撃的なことが発表があり、主催者から発表がありました。これ、NCRP、英国放射線防護審議会、いろいろそのあった被爆の問題とか、さまざまな問題が議論されて、これ、福島のメインテーマだったんですけど、来年の2013年の3月にはですね、また来年会議が開かれます。そこでは山下俊一氏、さんが出席して、福島での取り組みの成功事例を発表することになっていますというふうにいきなりなって、まだ何も収束していないのにということで非常に驚きがありました。でその年の12月には皆様ご存知のように郡山市でですね、 IAEA の国際会議が開かれました。でここでその市民が会場の外で抗議活動をしたんですけれども、それに対して報道は非常に小さくてですね、冷たいものだなと思いました。ここの問題は、福島県と IAEA が覚書の協定を結んでいるんですけれども、福島県立医大と IAEA です、すいません、福島県立医大と IAEA の覚書、
これはですね、具体的な事務レベルの内容をまとめた実施取り決めっていうのが入ってるんですけども、この中では専門家による支援情報データおよび資料を交換するとされている、つまり資料収集すると、そしてそれを IAEA に提供するということなんですけども、両当事者は他方の当事者によって秘密として指定された情報の秘密性を確保する、つまり業者が OK しなければその情報は永遠に秘密にされてしまうということなんですね。知的財産及び知的財産権に関連する事項について相互に協議する。でその知的財産って一体何なんだって、その2012年の時に、取材したんですね。このバーッと急いでガーッと取材したんですけど、そしたら県議や県立以来に聞きましたら全く同じ答えが偶然返ってきました。その答えはIAEA のような国際機関と覚書を取り交わすのは憲政史上、福島憲政の歴史上初めてではないか、私が問題としてた協力の範囲、これはどこの範囲までなのかといったらば、県や県立以来が確認したということはあるが、実は実際にはほとんど外務省が書いている、その覚書の内容ですね。なので細かい文言がどこまでの範囲を示すかわからないというような答えが返ってきて、なんだ県の担当部局の担当者も分からない覚書に署名するのは一体どういうことなんだということで、いうことになっていて、その時にこの議論の焦点となっていたのはやはり福島県が集めていた県民健康調査の、まあ、当時県民健康管理調査と言ってたんですが、それがを IAEA が扱う管理するという可能性を否定できないというような、その私とその県の担当者のやり取りがありまして、この時のいきさつがこの2ページ目 の、 その私が当時出ていたインターネットのビデオニュースドットコムっていうところで、右側にジャーナリストの神保哲夫さんと対談して、その映像まだ残ってますので、よろしかったらご覧くださいということで、もう5分ぐらいになりましたが、他にもいろいろあって、バッタラン原発でこう原発のことをいかに安全かとかいかに必要かっていう説明する、これボールペンの上に入っているグラン型の小さな、なんかマスコットみたいなのが入ってる、そこに日本語が書いてあるんですね、フィリピンなのに、そういうなんていうかモックというか、いかにすれば人々が納得するかっていう説明の仕方が日本からフィリピンのバタンに、流れていたと。これチェノブイリが起きたんで原発一度も稼働してないまま、秋の大統領が止めたんで、女性の大統領が止めたんですけど、右側にあるのはスリーマイル原発のすぐ前にサクラパークというのがありまして、この桜パークにですね、この大変なスリーマイル原発を経て私たち日本と、スリーマイルアメリカの原子力関係者は友情を結びましたというような内容の、名跡があって、その桜は日本から移植したというような話なんですけども、はい、そんな風にこう原子力ロビーはいろんなところにいろんなレベルでいろんなこうレイヤーで入り込んでいる。で結論として、じゃあそういうふうになっているとしたら、じゃあ私たちはどうしたらいいのかという結論ですが、これは草の根市民運動抵抗の公共権を築くと、ここに一覧でまとめています。原子力村の方たちというか皆さんは、原子力ロビーは本当にお金とか名誉とか権威とかピラミッド型組織とか独占占有、情報も何もかも、そして利己的であって、反社会的、これはもう福島ちょっと市も取材してるんで、反社が入っているんですよね。そういうその人にこう危害を加えたり、法律を破ることを厭わないみたいな、そういう反社会的なセクターが入っているっていうこと。だから私たちはもう市民はそれと全く違う論理で、多様性を持って、お金のつながりじゃなくて命とか生活のつながりとか永続性を持って粘り強く顔の見える関係で信頼し合って、同じ空間を共有して、そして言論空間なり場としてのこういう集会とか、そして利他的であって未来への視点があって、ネットワークがあったでフラットで、そして一番は被害者という視点から、その被害者がいるんだって、私たちもその中の一人なんだって、みんながそうなんだっていうところから、この問題を考えていく言ったら、私たち一人一人が勇気を持って元気を持ってこういう問題に取り組んでいけるのではないかと、ちょっと社会運動論的な話から申し上げました。以上です。どうもありがとうございます。司会でしょうか。
ではですね、ここからはフロアの方からのご質問に今回の講師の演者の皆さんからの応答というような形で、させていただきたいと思いますけれども、どなたかご質問のある方は挙手で、お二人手が上がってますね。夜の話ありがとうございました。小林さんにお伺いしたいんですけども、フランスの放射性廃棄物がロシアが引き取ることになっているというふうに聞いたことがあるんですけども、その事情はどういうことだったんでしょうか。放射性廃棄物をロシアが引き取る、フランスのロシアに処分を頼む、処分を頼んでいる、結局埋設する感じです。本来はその使用済みウランを再処理してそれをフランスが引き取るっていう形にはなってるんですが、現実的にはシベリアのある地域、どこかはっきり分かんないんですけども、シベリアのある地域にストックされた状態のままに、まあ、ある意味で放棄されています。現実的には。フランスの原子力っていうのは結局輸入、その原料も廃棄物も全てロシアに頼っている的な感じっていう理解でよろしいでしょうか。まあ、フランスはですから、もうこのフランスの国内にウランの鉱山はもう全部閉山になってありません。 ですから全て輸入に頼っているわけですね。で、輸入先はどこかといったら ニジェルであるとか、オーストラリアであるとか、ウズベキスタン、カザフスタン、こういった 国々から輸入してるんですけども、とりわけウズベキスタン、カザフスタンはロシアを経由して、カリーニングランドの港まで持っていくためにはロシアの運営企業であるロスアトムを通さないと回収できないんですね。ですからロシアとの交渉がもう不可欠なんですよ。だから儲けるにしても支払うにしてもロシアとの商業的な関係というのは断ち切れないわけです。あ、今日どうもありがとうございました。ですね、小倉と申します。一つお聞きしたいんですけども、まあ、お話はフランスがなんですか、エイトスの主導権を握っているということがよく分かったんですけど、フランスと、まあ、国境接しているドイツ、それからイタリアですかね、それからあと必ずしもですね、原子力を推進しようとしない国がですね、結構たくさんあるわけですよね。で、その違いの原因はまあ端的に言って何かということを知りたいんですけど、小林さんの、これですね、資料で、核をフランスの国威、公用の武器、それから力は正義だと、これなんですかね、その違いは、ドイツとかイタリアとか、その原子力政策の違いって。特にその民生用の核、つまり原発に関してはですね、ドイツはとにかく核兵器を持つ意思はありません。ですから先ほど言ったマクロンが発表したように、核も原発も同じコインの裏と表に過ぎないんだということをはっきりした言ったわけですけども、ドイツは核兵器を持つ気は全くないです。で、メルケルさん、メルケル首相は、彼女は物理学者でしたけども、物理学者で、しかも原子力推進を信じていた人ですけども、福島によってダメだと思ったわけです、はっきり。だから撤退しようと。ところが、フランスは核兵器持っているし、今後も、核保有国として、フランスは世界の大きな大国として軍事的にもイニシアチブを握っていかなければならないと、それこそがフランスの栄誉であるし役割だというふうに考えている
政治的な指導者層が圧倒的に多いんですね。ですから当然、核兵器がなければ原発もうまくいかないし、原発がなければ核兵器もうまくいかないって言ってるわけですから、両方やらざるを得ないわけですよね。そこに行けばドイツはそういう考え方ないし、イタリアももちろん一時原発をやろうとしたけれども、福島の事故が起こってイタリアも火山がいっぱいあるし地震もあるしちょっと怖いなと、これはやっぱりやめておこうというのが現在のイタリアの姿勢ですよね。だからそういう意味ではヨーロッパ、フランスを取り巻く国々でやってる国というのはベルギーとオランダ、あとは北の国しかないわけですよね。だから本当はヨーロッパでのタクソノミーの中で、原子力をタクソノミーのリストの中にアップさせたのは、たまたまフランスが EU の議長国でかなり強力な力を持っていたためにそれを押し込んだという感じなんですけども、でも実際ここ先月からさまざまな交渉がされている中でフランスの主張が必ずしも通っていないんですね。というのはオーストリア、それからドイツは激しく原発をグリーンエネルギーとしての推挙することに反対しています。ですからそのために原子力はCO2 を出さないけれども、いわゆる今後 の気候変動に役立つエネルギー源としては認めてないわけですよ、まだ実際には。だから必ずしもタクソノミーでリストアップされたから勝ったというふうには言えなくて、やっぱ今後もかなりその粘り強いヨーロッパ国内の反対側の抵抗というのは続いてくるんじゃないでしょうか。まだ結果は分からないですけど、そんな状況ですね今は。小西さんありがとうございました。4月15日に小西さん日本に来られたと思うんですけども、ドイツで脱原発が実現したと言われていると思うんですけども、いろいろあるにしてもとってもいいニュースだと思うんですが、なかなか日本ではちょっと和歌山でいろんな事件があったりして、そのせいなのかあまりメディアで報道されてないんですけども、フランスから見てこの4月15日のドイツの脱原発ということをどういうふうに言えるのか、どういうふうに評価されるのか、もしよければお聞かせください。おそらくフランス人の一般的な市民でよほど無知な人たちでない限り、福島以降原発はどちらかといえばやめてほしいなと思っている人は結構フランスの国民の中に多いんじゃないかと思うんですね。パーセンテージははっきりしませんけれども結構いて、そしてドイツのようにやめるのは賢明だなと思っている人は決して少なくないと思います。ただし、最近 その政府の主流の思想的な流れ、あるいは、推進派が繰り出すさまざまな戦略によって、洗脳されている部分の人たちも多いので、原発、核兵器、これがフランスの威力だと思っている人たちはやっぱりやっていった方がいいと思っているでしょうし、とにかく今のところ大事件がないので、原子力はまだやっていけると思っている人もまた多いんじゃないかと思います。今日4人の方本当に素晴らしいお話ありがとう。これも12年間自分は私は小林さんの本を前から読んでて、全部してエイトスのこともみんな知ってたのに、なんで止められなかったんだろう、今のこれなんでこういう状態になってしまったんだろうと本当に悔やみながら聞いてみました。でお聞きしたいのは、その世界のこの原子力ロビーの最近の動き、特に私日本でチラシ巻いてたらですね、ある人がもうダメだよ原子力村人もいないから大丈夫だよっていうふうに言ってくる、多分その業務についてる人なんだと思うんですが、そんな声もかかるぐらい日本では原子力ロビーが非常に焦ってる感じがしてます。でそんな中で世界ではどうかっていうふうにお聞きしたいと思います。短くお答えしたいと思いますが、世界の中でとにかく
世界のエネルギー源の中では原子力エネルギーというのは非常にわずかなパーセンテージしかないわけですね。で実際に原子力エネルギーに代わるエネルギー源は最近再生エネルギーを主体としていろいろな技術が できてきていて、そして、それによってもうほぼ現在は再生エネルギーによるパーセンテージの方が原子力より多いわけですよね、実際には。だから世界的なその気候変動で原子力が役立つとか言ってますけれども、実際に原子力が役立つ部分というのは本当にわずかな部分でしかなくて、気候変動にほとんど変化がないわけですね。原子力をやろうがやるまいが、しかも原発作ろうとしたらそれが20年も30年もかかる場合もありますし、すぐ 2,3 年でパッと作るわけにいかないわけですから、原子力が解決策にならないのは明らかです。だからそういった意味で原子確かに今日本とフランスの原子力ロビーは非常にすごい勢いで動いてますけれども、それはまあ逆に言えば焦りの証拠じゃないかと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。こちらこれにて本日のですね原発大会議にこうして、はい、シンポジウムを終わりたいと思います。最後に登壇された演者の皆さんへの拍手をどうぞよろしくお願いします。